たちゃんがすごく真剣な顔をしてる。何か大変なことでもあったの？私でよければ力になるよ。ああ、そんな真剣に迫られるとかなたちゃん罪悪感。実は今当たりくじがついてるキャンディの開封の儀式をやってるとこなんだ。儀式？当たりますようにってお願いして、なんかこう頭の中にパワーが集まったって感じたら今だーってキャンディの包みを開けるの。それでどうなるの？キャンディの包みに当たりって書いてたら、かなたちゃん大勝利、キャンディがもう一個もらえるの。すごい、当たりくじがあるお菓子なんて夢があるよ。とってもワクワクするね。今ちゃんもやる？え？でもかなたちゃんが楽しんでやってることでしょ。私がやったらそれが少なくなっちゃうよ。大丈夫、まだまだ残ってるから。あとどちらかって言ったらエマちゃんにやってほしいっていうか。え？なんで？1個目から儀式をやってるのになかなか当たりが出なくて。ここでエマちゃんにやってもらってこの負の流れを断ち切りたい。そうなんだ。じゃあお言葉に甘えさせてもらって一度やってみるね。そうこなくっちゃ。じゃあこれエマちゃんの分どうぞ。あ、ちゃんと儀式をやってみてね。うん、当たりますように、当たりますように、当たりますように。てーい。もうどうだった？当たりくじだよ。わかってないな。これはエマちゃんが引いたんだからエマちゃんのだよ。おめでとう。なんだか私まで嬉しいな。ううん、いいの。私は楽しい気持ちをもらったから。エマちゃんっ